どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、皆さんにどうしても見てほしいガズレレホームページの1枚のページがあるんですよ。それはですね、何かというとですね、まずここにもリンク貼るし、概要欄にももちろん貼るんですけど、そのタイトル、ウクレレやっててめちゃくちゃ役立つ情報がいっぱい詰まってますよというページがあるんです。ちょっとここにリンクというかこの画面貼りますけど、はい、ウクレレお役立ち動画っていうねページがあってですね、そこに今までガズレレがウクレレやる上で、例えば歌のこととかウクレレプレイのこととか、もっと保管場所のこととか、もうウクレレにまつわるもうほんとありとあらゆることを今まで YouTube でいろんな解説してたんですね。それをまとまっているチャンネルがあるんです。これね、ほんとめちゃくちゃ勉強になりますんで、ぜひ見てください。このページの存在を皆さんね、結構知らないんじゃないかなと思って、ガズレレ YouTube でね、たまにすごくそういうテイストのね、動画上げてるんですよ。これね、必見ですよ。ちょっと今私見ながらね、何やってるかと言っておきます。いきますよ。ウクレレの楽しさをどう広めようか、ガズの魔法のアイデアをお試しください。これ皆さん、面白いですか？あとはね、歌、発声の基本、ボイストレーニングの動画も上がってますよ。あとは洋楽とか英語を気持ちよく歌える秘密の方法、そんなのはあるんです。あとはガズレレ YouTube 動画でできる楽しいリズム練習の方法を公開してます。これめちゃくちゃお役立ち。もう今日からウクレレ練習に使えるネタが豊富であります。あとガズクラブの紹介、ガズレレ大学の紹介なんていうの、まあいつも言ってますけど、そこにも動画上がってるし、あとね、ウクレレ練習に便利な YouTube スロー動画の再生方法とか、そういうね、お役立ち情報。あとガズレレホームページのめちゃくちゃ便利な使い方も解説してます。あと、これもね、必見です。ガズレレ動画とかウクレレやってて、歌のキーが合わないっていうのあるじゃないですか。この曲私にはキーが高すぎるなとか、うわ、僕に低すぎるでよ、これって。そのキーは違うときどうしたらいいかとかいう、そういう話とか、カポタストとかの話。あとはね、ガズレレの、私のね、ガズレレをこう動画作るときの、7つ道具紹介とか、まあいっぱいあるんですよ。これもね、人気がある動画です。ウクレレ歌ってて、前奏を入って歌うときに、歌い出しの音がいつもわかんないんですっていう方多いんですね。これのわかりやすい解説とか、これめちゃくちゃいいです。あとはね、これもね、いい動画なんです。弾き語りがどんどんできるようになる動画。すごい切り口でしょ。大きいですけどね、ちょっと。これ見てもらうとね、ほんと面白いよ。あと、コードと歌が覚えられる裏技。魔法の方法です。あと、ハッピーバースデートゥーユーがめちゃくちゃ面白くなる方法。最後の曲のジャガジャン、ジャガ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 ジャン、あれの上手くなる、ジャガジャンが上手くやる方法。あと、コードを変えるときに演奏するときに、ネックがガクッと下がっちゃって、あれなんかうまくコードチェンジできないよという方への解説動画。あとこれもね、人気がある動画でございまして、ウクレレ練習している時にね、ご近所迷惑になっちゃって、すごく音を小さくする方法ないですか？そんなことも、シェアしております。あとメロディーをこう、タブ譜の読み方もここ解説していたり、ウクレレを置く方法とか、座布団とか、ウクレレでいろんなことがうまくいく秘訣、もう結婚式の余興で使える感動メドレー、チューニング解説とか、いろんなチューナーを試したよとか、ガズレレの原稿感ね、これもね、ありますよ。あと弾き方についてね、8ビート気持ちよく歌えるマル秘練習法とか、ウクレレ弾いて爪はどうなってんの、爪、ガズさん爪どうなってんですか、爪はどうしたらいいですかとか、あとそんなこと、8ビートを弾きながら一緒に歌えないよという人にも動画が上がってます。まあ、あとはね、ガズレレ簡単アレンジ方法も大公開。あとはもういろいろある、もうとにかくもういっぱい山盛りなんですよ。このページぜひちょっと見てもらって、もしお時間ある時にちょっとこう一個ずつ、見ていただくとですね、もう相当お役立ちなことがいっぱい満載なんじゃないかなというふうにガズを思っておりますので、今日はその動画見てねという動画でございました。で、こっからご案内なんですけど、はい、ちょっと前からご案内してます。幻冬舎さん、幻冬舎大学とガズレレの、オンラインレッスン。これもお申し込み受け付けていますよというのと、はい、このリプトンミュージック社のこの、赤、青、黄色のこの信号機みたいなやつ、この緑色のね、本がね、これが改訂版になって、4月14日に発売になる、ことが決まっております。そしてこれ、今現在予約受付中ということで、ご案内しているんですけど、まあ今言ったようなことは概要欄にね、リンク貼っときますんで、ちょっと、ご覧になってください。そして皆さん、新しいガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、
ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。